皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学2年生の数学ミニ連立方程式の8回目、今回は係数の部分に小数を含む、こういう場合の連立方程式の解き方、これを説明していきます。小数を含む連立方程式は、係数が小数だったらそれを整数に直してから問題を解いていきます。これなぜかというと、小数の計算ってミスする人多いんですよね。だからミスをしないように整数に直して簡単に計算できるように、こういうことで小数の部分を整数に直すんですね。小学校の時、どんな数も10倍すると位が1つ上がると、100倍すると位が2つ上がるって、こんな風に勉強しました。これを利用します。例を3つありました。 23×10、10をかけるので位が1つ上がります。10の位の2、これが100の位、1の位の3が10の位になって、 23×10 は230。 1.6×10 と、1の位の1は10の位、小数第1、この6は1の位になって答えは16になりますよね。 0.54×100、 同じように位が2つ上がって、5は10の位、4は1の位ですから54、これが答えになります。この小数の部分を見ると、10倍で小数点が右に1つ移動して16になっていますね。10倍で小数点が右に1つ動くと、100倍だと小数点が1、2と動いて54ですから、100倍で小数点が右に2つ動くと、この性質を利用して連立方程式を解きます。では実際の問題を解いてみましょう。方程式を見てみましょう。 0.3x プラス 0.2y イコール 1.8、 これは丸1番、下は 2x マイナス y イコール5、これ丸2番ですよね。丸1の方が係数小数になっていますから、まずこの小数の部分を整数に直します。小数第1位までの数なので、10倍して、ね、小数の部分を整数に直しましょう。丸1番を10倍します。そうすると 3x プラス 2y イコール18、これを丸1ダッシュ、こうしましょう。ここで丸1ダッシュと丸2を比べて、X を消去しようか Y を消去しようか考えるわけですね。 X を消去しようとすると、丸1ダッシュを2倍、丸2を3倍しなきゃいけないと。じゃあ Y はどうだろうと、 Y を消そうと思ったら、丸2だけを2倍したら Y の絶対値が揃うので、これで済みそうです。ですからこれ丸1ダッシュと、これ Y の係数マイナスなので、丸2を2倍して、これ足し算をします。と 3x プラス 2y イコール18、これが丸1ダッシュですね。これを2倍すると 4x マイナス 2y イコール10、足し算をします。足し算をする理由は、この消したい y の前の符号、プラスとマイナス、異符号ですから足し算をすると消えるんですね。と 7x イコール28、 x イコール両方を7で割って4と、 x が4でした。この x イコール4をこの丸1出しに入れましょうか。と 3×4 になるので、3412プラス 2y イコール18と、 2y イコール18マイナス12、こうしますね。 2y イコール6、両辺を2で割って y イコール3、こうなります。ですからこの方程式の答えは x イコール4と y イコール3と、このようになるわけですね。この係数が小数になっている、そういう方程式は
10倍とか100倍してこの係数の部分を整数に直してから、計算して解くと、このことを今日は覚えてください。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。